今日はですねっていうか、つい今さっきあの少年編ガシャ引いて何も出なくて、でほら UR の紹介もちょっとして、その時にほら私全体攻撃一個も持ってないしみたいな、うん、したらさ、これ待って、ちょっと待って、これのさ、これ引こうか迷ってたんだけど、まあ石が足んないっていうか少なかったから、うん、次回のドッカンフェスまで取っとこうかなと思ったんだけど、今100個あるし1回ぐらいやってもいいかなと思ってて、しかもほら1体確定なんでしょ、ちょっとやっちゃおうかなって思ってる。そんでさ、かっこいいね、これかわいいね、これ超かわいいね、これチャオマン、チャオズとサイバーマンでしょ、これ全体攻撃なんでしょ、全体的に大規模ダメージを与え HP の 20% 分ダメージを受ける、 20% 分って言うと結構リスク高いね、まあいいはずだよね、ハイリスク入りたんだよね、そうそうそう、これね知ったのはさ、私あのドッカンバトルの実況やってるカブリオメロさん、うん、カブリオメロさんの動画結構見てるんですけど、そこでなんかねこれ当ててて使ってて、うん、後ろから襲う動画、うん、あれ見て知ったよ、全体攻撃だって、そう、そしたら欲しくなっちゃったよね、もうブロリーとかさ持ってないじゃん、なんならもうこれでもいいぐらい全体攻撃が欲しいよね、うん、ねえ、結構私も他の方の動画見てるんですよ。でね、ほらイベント始まってすぐぐらいは、なんか使ってるキャラクターとか被っちゃったり、あと、ほら、私、なかなかね、勝てないから、ついつい参考したくなっちゃうのよ。参考にしたく。でもそれじゃあやっぱね、良くないじゃない？だから、イベント始まってすぐは、あんまり他の方の見ないようにしてる。うん。やり方パクっちゃいそうだから、そうだからね、見るのはちょっとね遅れちゃったりするんだけど、うん、でもねみんな好きで見てんだよね結構、うん、ということでね、私はねこのチャオマンをね狙っていきたいと思ってるよ、うん、こんなのが欲しいのかって思うかもしれないけど、もう全体攻撃というものがついているものならもうもはやもう何でもいい、うん、使うか使わないかは別として、うん、とりあえず欲しいんだよ、よし引こう、録画よし、最近これねずれるんだよね、カメラとこのゲームの画面が、うん、そんなことはまあどうでもいい、行こう、そりゃそうだよね、確定だもんね、はあ、当たり前なんだけど、なんかはぁとかなるね、確定なんだから当たり前だよね、なんか来るのは分かってるよ、分かってるのに人がバイバイとか思っちゃった、クリリ1 2、うん、ギニア3、ワンちゃん最後に来るんでしょ、その前になんか来たらいいな、2枚欲しい、4、持ってんな全部、5、うん、待ってるね、でも手元にないかな、出たことあるけど、6、これすげえ出るけどもういいや、
なーな。ほらね、今やったじゃん。今やったとこじゃん。何個目だっけ？ 8?8? これも持ってる。あー、最後の1枚しか出ないね。9。あれ？これ最後だった。違うんだよ。最後来る前に私は、ちゃおまんちゃおまんつって、祈りたかったんだよ。出ちゃったよ、パンデル。しかもパンデルじゃなくてもう一個の忘れちゃった。あっちの方が良かったな、女の子。出ちゃった。まあ、しょうがないね。ちょっと待って、また音が入ってないんじゃないかな、これ。大丈夫か。マジかー！あ、まだいた！まだいたってな、同じの出たよ。嘘でしょ？こんなことある？そんなことする？普通。マジか！やってくれちゃってんな！かー！マジか。嘘でしょ？まだ9体目だった。最後来るラッキーよ！ただまったらのかぶり。嘘でしょ？これはひどい。これはひどいけど、もうしょうがない。まあね、石も50個しかないから、もう一回やったらあれだもんね。もったいないよね。ちゃおまんは諦めよう。諦めよう。あぶね、今。石全部使ってこのコラボガシャやっちゃうとこだったよ。あぶね。やめよう。抑えよう。見てよ、まさかのパンデル2枚ですよ。これどうなの？味方全員のアタック 25%。 これは悪くない、これは悪くないよ。でも使わないかな。でも女の子の UR ってそんなにいないもんね。これ考えたらまあいいか。あー、残念。残念でした。ということで、私のコラボガシャは、まあ、こんな感じで、終了でござんす。うん！チャオマンが欲しかったけど、やっぱり私は純粋にブロリーを狙いたいと思います。